イスラエル独立宣言が書かれた紙イスラエル独立宣言とは1948年5月14日にダビド・ベングリオンによってテルアビブで発せられた中東のパレスチナにおけるユダヤ人国家イスラエルの建国宣言である。現代イスラエルにおいてはユダヤ歴のイヤール5日に当たる日が祝日になっている。国際連合による1947年に 提案されたパレスチナ分割案ディアスポラが起きて以来、その後の長い歴史の中で、自らの国をずっと持っていなかったユダヤ人であるが、19世紀からシオニズムが勃興し、1917年にはイギリス政府によってバルフォア宣言が表明され、シオニズムは支持された。第一次世界大戦終結後の1920年からパレスチナの地はイギリスの委任統治のもとに置かれた。 20世紀に入って以降、ユダヤ人の移民が本格的に始まり、アラブ人との衝突も受け始めた。第二次世界大戦時のホロコーストという悲劇を経て、大戦が終結した頃には、パレスチナのユダヤ人とアラブ人との対立は収集がつかない状態になっており、イギリスは国際連合に問題の解決を委ねた。1947年11月29日、 国際連合総会は、パレスチナ分割決議を賛成多数で可決。独立宣言が書かれた紙にサインする、ダビド・ベングリオン・テルアビブ美術館イギリス委任統治の最終日である1948年5月14日午後、テルアビブ美術館にて、ユダヤ人指導者、ダビド・ベングリオンが、独立宣言を読み上げた。エレツ・イスラエルは、ユダヤ人誕生の地であるという書き出しから始まる。 この宣言が読み上げられた後、ユダヤ人国家、イスラエルの独立が宣言された。当時のアメリカ合衆国大統領ハリー・エストリューマンは、イスラエル独立宣言後たちに、イスラエルを国家承認した。しかし、アラブ諸国側は、イスラエル独立を認めず、第一次中東戦争となり、その後2017年現在に至るまで、パレスチナ問題は解決のめどが立っていない。 ありがとうございます。